大谷翔平の愛犬、飼い主に似る。パワプロに出てくるキャラクター、パワプロくん、のマスコット人形とデコピンの2ショットを公開した。ただ次の写真ではパワプロくんが床に突っ伏して起用、デコピンがドヤ顔を決める様子も公開した。周囲には人形に詰められていたとみられる麺のようなものが散乱している。この投稿には SNS で飼い主に似ていたずら好きなデコピン、デコピンちゃん、おてんばさん、パワプロくんはお気に召さなかったデコピンくん、やんちゃやねデコピンなどと反響が寄せられた。デコピンは野球嫌いなんやな。あっとコナミクさん。というか何でパワプロくん持ってたんやろ。やっぱパワプロやってんのか。パワプロとプロスピのアンバサダーに就任したんや。うつ伏せに倒れてるの芸術点高い。パワプケでありそうなシーン。デコピンのまた俺なんかやっちゃいましたみたいな顔が可愛い。これもニュースになってコナミニコニコやろ。飼い主に似て畜生ですわ。科学の発展に歯犠牲が着物です。